螺旋の宿。はい、今日もやってくよ、螺旋の宿。前回さ、このカケルが偽物で後ろから赤オバティが襲ってくるってところで終わったんだよね。これさ、普通に逃げようと思っても逃げれなくて、これあれだよね、窓から逃げるだけなんだね。はい、行こう。ここを窓から降りて、窓が開くって言ってるもんね。で、これ追っかけてくるのか。追っかけてくるじゃん。これどこまで逃げればいいんだ。あ、短っ。全然追っかけてこねえな。で、これでさ、こっからどうすればいいんだ。で、一個さ、行ってない部屋みたいなのなかったっけ。おい、はや、はや、はや、ビビリンコ。さすがにそれ、待って、これもう戻れないのかな。めちゃめちゃ早かったね、今。てか、やっぱりこの足跡合ってねえだろ、普通に考えて。ショッコいねえよなぁ。おぉ、来たー。かけるの、かけ、ショッコ、かけるのショッコじゃねえや。ショッコの鍵。ここ開かなかったって書いてあるんですか。だったら待てよ、セーブしてぇな。ショッコって確か今見たらいけなかったって言ったところだったもんな。一旦セーブして、ショッコに行こう。もうセーブの場所がわやくちゃになってんだけど。で、これさ、俺どうしよう。なんか生命力15だけど、回復こまめにしといた方がいいのかな。とりあえずしとこう。で、ここか。鍵を開けた。はい。あー、ショッコだ。あー、いい。俺さ、ちょっとこの謎めいた感じの BGM すげえ好きなんだけど。で、紙があんな。達筆な字で書かれた張り紙がしてある。これは私の独り言だ。民宿で抗う君には関係のないことだから聞き流してくれたまえ。無理だよ。聞き流せって言われた言葉聞き流しずれえよ。おい、何ここ。何この砂、宇宙か。つい最近ね、面白い話をした。君は聞いたことがあるだろうか。5億年ボタンという話だ。聞いたことある。あれだよね、なんかボタン押して100万円一瞬で手に入れるけど、なんかその間空間、別の空間にその一瞬だけ意識が行って、その空間の間は5億年生きなきゃいけないみたいな。ちょっと俺の説明下手くそだから自分で調べて。みんな5億年ボタンで自分で調べてみて、気になったら。結構面白い話だった気がする、これ。命が分岐し、他の自分を知覚できないまま2つの道をたどる。人の創造性には驚かされる。そうそう、話は変わるが、この書庫は素晴らしいとは思わんかね。時間さえあれば数多くの知識を得られる。難しい話も多いがね、それを思案することもまた得がたい楽しみの一つだよ。おー、本でね、知識ってかさ、頭いい人っていいよね。なんか俺さ、本読めないんだよね。文字ドバーってなってんの読めないんだよね。なんかあんの、手が届きそうになかったっけ。あー、長い棒かな。手が届きそうじゃない。あ、長い棒使えねえのか。あ、使えるのか。本棚の上にある本落とした。五点着地の心得。五点着地の心得、一体どこに需要があるのか。世に一定数存在する目を引くタイトル。確かに引かれるのはパラ。あー、わかった。これなんかあれだよね、体をなんか着地するときに順番について回転しながらみたいな。俺何で読んだんだこれ。俺何で読んだんだろう。なんかで読んだな、漫画。もう思い出せない。何で読んだんだっけ。あ、やべ、モヤモヤする。待って、今日一モヤモヤする。パラシュートでの降下技術について記した本だ。着地の際、衝撃を体の5箇所に分散させることで致命的なダメージを受けないようにする技術らしい。これを読んだからといって素人がすぐに身につけられるような技術ではないが、いや、これで読んでさ、俺できると思って結構高いところから落ちてさ、怪我したらもう元も子もないよね。地面に体をこすりつけながらイメージトレーニングを繰り返してみる。何やってんだお前は。キヨよ、お前何やってんだ。その無言やめてくんないかな。何をやってるのだろう。こんなことをしている時ではないだろうな。五点着地の心をその場に置いた。あ、もうせっかくなら持っとけばいいのに。ただ分かったぞ、この五点着地の心得を得たから、衝撃分散で、衝撃分散と言ったらあの飛び降りるところってことだよね。あ、やばい、食らっちゃった。ちょっと待って、セーブしてあの飛び降りるところ行ってみるか、とりあえず。お、なんだなんだ、もう今ごめん、カットモードに入ってたからさ、ちょっとすごいパパパってやっちゃった。まさかもう赤おばさんにやられて。この穴は何、見覚えのある穴なの。継ぎ目を無視して床板がつなるかれている。凄まじい破壊の痕跡だ。え、めっちゃ怒ってるってこと、赤おばさんが。そういうこと。とりあえずセーブしよう。あ、待てよ、これさ、こっちにあるってことはさ、なんだ。
やっぱりなんかおかしくない？これあいつら死んではいないだろうけど、なんかあったのか？なんか今怪しかったよな。あ、いる。普通にいる。超普通にいる。見つかってない。あ、まだションベンの話してる。長時間経ったのにションベンの話してる。ションベンションベンうるさいでしょ。うわ、ションベンションベンうるさいをまた聞くことになるとは。何にも進展ない。いや、俺の進展のなさよりお前らの進展のなさの方が異常だろう。確かにここにいろとは言ったけど、会話ぐらい進展させとけ。さあ来ました、ここ…あ、待って、これ回復させておいたらいいのかな。ちょ、一応全開にして飛び降りよう。行くよ。はい。おお、すごいすごい、生きてる生きてる。ぐっ、足。待て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 、この音折れたか。膝をすりむいただけ。あんな高いところから落ちて膝むい…こいつ本読んで知識得たのはいいけどさ、そんなに適応力高すぎるだろう。意外となんとかなるもんだな。え、来てるぞこれ。止血しておこうか。あ、待って、止血しておくってことは、あ、でも24だったら、あ、これでいいね。え、ちょっと待ってね、これ来てるよね、これ絶対来てるよね、これ来てるよな、来てるー。あー、新しい、新しい感じだ。ちょっと煽ろう。新しい体勢が新しかった。何、行く手を草木が遮ってる。え、どうしよう、ちょっと待って、自分の体力わかんない。とりあえず全力で駆け抜ける。体を切られた。あ、まだあんの。え、ちょっと待って、これさ、計算しなきゃいけないのかな。待てよ、今体力が減ったとして、まだいける、まだいける、全力で駆け抜ける。まだあるか、まだある。で、一旦草木を避ける。あっ、坂を転がり、草木に体のあちこちを切られながらもひたすら足を動かす。心臓は破裂しそうな苦痛を訴え、方角も見失い、それでも走り続けている。何これ、どこ出られたのか。あ、人がいる。あ、元の、あ、待って、元の世界はてなってついてたぞ。ちょっと待ってね、俺さ、本当に何でも疑いにかかって、まずさ動くからさ、まあ、生命力どうしよっかな、どうしよっかな、回復しとこっかな、9枚あるし、一旦回復しとこう。あの、かけるが偽物だった説も俺先にもう疑いかけてたぐらいだから、これ怪しくないか、この人も。いや、ちょっと待ってよ、こいつなんだ、こいつ気になるな。クックドゥドゥドゥルドゥ、独特、独特な、あ、なんだ、え、今なんかバグんなかった、今今俺の方のバグ、今なんかゲームが全然、おい邪魔だな、邪魔、ゲーム進めたいんだよお前、邪魔だな、上そう、邪魔だな、上行って、もう上、もう一個上、そうで、これは登山道落石注意、こっち行けんの。細い小道が続いている、どこへ繋がっているのだろう。え、今なんか赤おばさん、黒おばさんになってるけど、完全に黒おばさんになってるけど、これちょっとなんか怪しい感じすんな、この人絶対怪しいよ。何、事情を話した、話していいのか。えっ、むちゃくちゃだなあんたの話は。だから安心しなさい、遭難ということなら話は別だ、すぐに警察に電話を入れるから。あ、これどうなんだ。いや、この人目がない、よく見ればあんたも擦り傷だらけじゃないか。だが気になるな、カタカナのだが気になるな。大きな怪我はしてないのかい。大丈夫です、しかし念のため病院で見てもらった方がいいだろう。ここから総合病院までは遠い、救急車を運んでもしばらくかかるだろう。とりあえず麓の町の先生に来てもらうから、あんたは奥で休んでなさい。助かった。そう思った途端、積もり積もった疲労が一気に押し寄せ、その場に倒れ込んでしまった。これ本当に戻ってきたのか。いや待って、だとしたらそこに残してきたやつらだいぶ薄情な人間になるぞ、キヨヨ。まあ俺だけ生きてればいいか、最悪。すぐ、まあ1週間あれば忘れるだろう。
まあ、ほらな、ほら絶対なんかあると思ったもん。キヨよ、キヨよ、起きて。誰？ひなた。ひなたの声。ひなた、近くにいるのか。声は返ってこない。気のせいだろうか。あ、動ける。おかゆがある。この家の人が作ってくれたようだ。え、めっちゃいい人じゃんね。普通におかゆ作ってくれてさ、で寝てても特になんか攻撃してこないってことは普通に助かったってことでいいのかな。めぼしいものはない。ゴミ箱は空。おかゆ、こっちは、あ、セーブあるね。鍵かかってる。セーブしよう。 OK。 でこの家の人は遭難として救助を要請するようだが、あの時、あ、あの時空の歪んだ民宿へ。あー、果たしてたどり着けるだろうか。これ本当に俺だけが助かっちゃったパーティーになってる。しかしかといって今の自分にできることはない。寝室で待つしかなさそうだ。寝室で待てばいいの？うろうろしててもどうしようもない。めぼしいものがない。食欲がない。すげえうろちょろすんな。疲労がどっと来たくせに、キヨよ起きた瞬間すげえ、なんだなんだなんだ。キヨよ、今から行くから大きい部屋で待ってて。大きい部屋？ひなた。ひなたの声だ。ここまで届くのか。大きい部屋ってどこ？ここ大きいよね、割と。ここ割とでかいよね。これ上の、上、ちょっと待って、セーブしていい、セーブしていい。あー、ドアが開いちゃった。待って、セーブして。この広間は、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、この広間さ、ごめん、今唾を飲み込んで、あ、今なんかちょっと咳が出そうだった。ちょっとセーブ、もう上書きセーブしてっていいや。この広間さ、俺一周目は、なんだ、誰だ。え、あ、もう、もう出た。え、なんでなんでなんでここにいんだ。どうしたんだい。ちょっと待って、もう訳が分かんない。ここ結局戻ってきてないってこと？でもあのさ、麓のなんだか病院にとか警察に電話するって言ったのは、あいつは誰だったの結局。じゃあ誰かが書き残したメモのようだ。気をつけろ。民宿とその周辺の地形は再構成により変化する。場合によっては大きく変わることもある。民家の形をしていてもそれは民宿の一部だ。はい、ありがとうございます。もうこの残ったメモで全て理解したわ。なるほど、これは脱出してませんね、多分。私、何、わ、もう、いや、ちょっと待って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 、どうしようどうしよう。あ、わ、なるほど。あ、待って待って待って、これ出れない。あ、いや、待って待って、出れない。こっちに行こう。いや、待って待って待って、こいつ何これ、どうしよう。体力がこれ減ってんだよね、きっと。あ、減ってる減ってる。ちょっと待って、死ぬ。助けて。あ、助けて。何、誰かに抱えられた。ちょっと助けて、みんな。ごちゃごちゃすぎて何が起こってんのかわからない。あ、ひなた、ひなた、助かった。声がしたの。ひなた、リンのところへ行く途中だったけど、声がしたから来たの。声、ひなたの友達のひなたの声、トラひなたの声。キヨヨが危ないって。これまさかトラひなたのトラって、俺が第パート1でトラを選んだからトラひなたに名前がなってしまったのか。だとしたらちょっともう申し訳ない。トラひなたって、トラひなた、もしかして姉さん。虎ひなたで姉さんを連想するってなかなかすごいな。そう、友達のひなたは虎や鬼や怪物が好きで、今は虎の服着てるみたいだから。うん、怖えな。虎や鬼や怪物が好きでって、もうちょっとなんか言い方変えろ。姉さんがここに、近くにいる。でも姉さん死んでるんだよね。いないよ。虎ひなたは光の中にいる。眩しい光、真っ白なところ、声だけが聞こえるの。だからいつもひなたとひなたは声だけで遊んでる。
虎ひなたはそっちのひなたも早くこっちに来いって言うけど、虎ひなたもそっちのひなたもこのひなたも分かんなくなってくんな。ひなた行き方が分からない。ひなたも行かなきゃいけないんだけど、たくんがお外に出られたらいけるのかな。出た、おおなじみ、俺ここ好き、ここ好きみんなわかる？キヨヨとひなたのこのお互いが何も発さないワンターンずつのこの時間好き。ひなた、リンのところへ行かなくちゃ。キヨヨも来る？まあ、行くしかねえよな、友達いるし。カケルを見つけないと。カケル、カケルは地下を抜けた先で倒れてる。生きてんのか？倒れて怪我してる。まだ生きてるけど動けない。かける、かける心配？かけるは悪い大人じゃないの？ナイフで殺したよ。キヨヨは知らないかもしれないけど、ひなたは知ってるの？前にね。知ってる、全部知ってる。聞いた、髪がなびいてた時のかけるでしょ。おめえも楽にしてやっからよみたいな感じの時の。そうだっけ、キヨヨはこの前の続きのキヨヨだっけ。そう、この前の続きなんだ。俺はデータ維持してんだ、強くてニューゲームしてんだ。ひなたずっとずっとここで、ここに来る人をたくさんたくさん見てるから時々わからなくなっちゃう。かける、友達？キヨヨの友達？友達だろうか。まあ、これは多分選択肢何になっても友達だって言い切っとかかっこいいよな。友達、ひなたも友達いるよ。トラヒナタと、それからリンも、うん、なんの、結局お前が友達アピールしてくるだけか。トラヒナタはまぶしいところにいるけど、ずっとお話ししてくれるし、リンはひなたのお話聞いてくれるの。リンがな、ひなた学校行ってたらもっとたくさん友達できたかな。それはお前次第だな。え、急に急に学校の話出てえってなってる。ひなた学校行ってないの？行きたかったけど、ママが行かなくていいって。うん、学校は楽しいところなのかな。でもひなたにはたーくんがいるから、たーくんと一緒の方が楽しいかな。いや、学校の方が楽しいかもしんないぞ。行ってみたらたーくんみたいな楽しい友達がいっぱいいるかもしんないぞって、俺はだったりひなたちゃんに言ってあげるね。かけるが友達なら、ひなたかけるを見てくる。その後でりんのところに行く。ああ、優しい。俺の友達だって分かった瞬間にかけるを見てくる。お前優しい子だな。あとで株、株、どっかの株買ってやるからな。どっかの企業の株、何パーセントか買ってやるからな。あ、見てる。ひなただったのかな、今の。え？え、これユッキーだよね。失敗だ。脱出計画は失敗した。心の乱れを表すかのように、しばらく、デタラメなペン跡が続いている。どうして？どうしてだ？みんなで脱出しようと誓ったじゃないか。最後まで人間らしく協力し合おうと言ったじゃないか。結局あの、全部教えたやつが裏切ったってことなのかな。あの男は、ループを繰り返していたあの男は、あろうとか、あろうことか、脱出の途中で、仲間の一人をナイフで襲った。やっぱり全部教えた、なんでじゃあ全部教えたんだ。おとりにするために、足の剣を切って、走れなくしたんだ。一人をおとりにして、その間に切り抜けようとした。あの男は最初からそのつもりだった。私は逃げた。他の仲間もあの男から逃げようと走り回った。チリチリになってから聞こえてきたのは、一人二人と赤おばさんに襲われる仲間の悲鳴だ。あの男と赤おばさん、その両者から逃げて民宿を脱出することはとてもできそうになかった。気がつけば私はこの民宿に戻ってきていた。なぜ部外者の私はともかく、他は同じ登山サークルの仲間じゃないか。私も登山家の端くれだ。極限下にあっては助け合うことが互いの危険につながる場合があることも知っている。そういう時は涙を飲んで振り捨てていく。置き去りにする覚悟もされる覚悟も登山家である以上必要だろう。これ確かにユッキーが裏切られたりさ、まずユッキーが犠牲になってナイフで襲われるならまだしも、他の仲間から襲ったってなんかあったのかな。好きな子がみたいなまさかの恋愛、まさかの恋愛事情絡んでくんのかな。だがこれは違う。
仲間を傷つけておとりにして、それだけはやってはならないことだろう。それとも私が間違っているのか、そこまでしなければならないのか。ここから生きて出るというのはそういう意味なのか。それだけが生還を許すというこの民宿の意思なのか。涙が止まらない。私にはそれだけはもう生きて帰ること。松葉ゆきやつ。これさ、ユッキーさ、帰れないまま次の木を迎えてしまったっていうことなのかな。ツナ缶、今ちょっとかっこいいセリフ言ってたから、ツナ缶っていうワードでだいぶ和らいだな。あ、待てよ、ツナ缶って食い物じゃん。これであそこに行けんのか。ユッキー、そのままじゃ助かんのかってことなのかな。自分だけが助かろうとすればいい。そっか、同じじゃないか、この民宿も外の世界。確かにな、結局民宿を出た。まあでも今それは余裕、心に余裕があるかないかだと思うけどね。セーブしてな、ここに来た、セーブしに行こうな。俺こっからどうすればいいんだ。あ、待てよ、そうだそうだそうだ、セーブをしたんで、あそこに行きます。おたい、もう何、もう絵画と同じ岡場さんの絵が壁に。これなんかしてくんの、これ。これもなんかさ、カットしてる時が喋るモードでも一切ないから一番怖いんだよね。でこれでそのままめっちゃ来るじゃん。あ、ちょっと行き止まりになっちゃってるけどこれ下にもういられたらもうおしまいなんだけど。俺持ってるのか。点検口が部屋開く。よし、いいだろう、上がれ。新キャラ、セーブ、話しかける前にセーブ。ここで新キャラ来ました。あー、セーブが近そうなデータがいいから、ここでいっか。どうしよう、話しかけていっか、とりあえず。お、あ、ゴローだ、ゴロー、なんか思った感じだった。ゴロー思った感じだったな。学生か、俺は漁師のゴローだ。お前はキヨよ。他にも何人かいるようだな。全学生か。最近ここに迷い込んだ連中のようだが、気をつけろ。この民宿には化け物が住み着いてる。全部分かってんだよ。知ってる。見たか、あの若い女を。だが俺と一緒にいるときは安心していい。なぜだ。やつがここに一歩でも踏み込んでみろ、この散弾銃ベネリー M3 が火を吹くぜ。いやそういう、そういう感じじゃないと思うんだよね、赤おばさんって。なんか銃でバーン、うわーギャー、勝った、今だ、逃げろって感じじゃないと思うんだよね。通用するのか、冷静だね、キヨヨ。倒すのは無理かもしれん。しかし無理だよ。ああ、倒すのは無理っていうのは分かってんだね。そういえばカケルが椅子で赤おばさんを殴りつけた時も一瞬ひるんだように見えた。全くの無意味ということではないのかもしれない。おう、俺はここで自衛隊が救援に来るのを待とうと思う。お前たちはどうする。絶対来ないって、自衛隊って。無理、俺が今から総理大臣になるくらい無理だよ。え、何がおかしい。奴を倒せるとすれば自衛隊の武装だけだ。警察では無理だ。ではなく救助が来る。そうなんだよな。当たり前だ。あんな化け物が登山道に野放しにされていて、国家権力が放置しておくわけがないだろ。いや、違うでしょ。だってね、たどり着けないかも。なんか時空が歪んでるみたいな話してるしね。五郎は何かずれている気がする。リンが難しい人と言っていたのはこの辺りのことかもしれない。もう五郎どうでもいいから地下室の鍵くれないっていう展開に持っていきますね、これ。鍵、おぉ、ないんかい。あー、なんか色とか。おい、ないな。確かポケットに入れたはずだが。あー、ない。どっかで落としたらしい。おそらく渡り廊下のどこかだろう。木の根につまずいて転んだ時だな。あー、ってことは渡り廊下のどこかの木の根にあるってことなのかな、これは。はっ、あんな鍵の一つや二つがなんだ。俺と俺の相棒ベネルさえあれば、あとは食料だけあれば十分だ。しかしこの化け物屋敷、おっと、ここで雪奴の名前が出てきたぞ。
雪圧の言ってたことが本当だったとはな。雪圧を知っているのか。知ってれば何も。あいつは有名な登山家だろう。マッキンリー、K2、エレベスト。単独登頂に成功して何度かメディアにも取り上げられたはずだが。そんなすげえやつなんだ、ユッキー。端くれって自分で足謙遜してんね。まあ若いやつは知らないかもしれんな。だがあいつはある時期ぷっつりと登山をやめてしまった。やり残したことがあると言って時々ここらの山を徘徊している姿を見にしたが、あいつはこの化け物屋敷で何をやり残したというんだ。こんなところに戻れる理由などないだろう。松葉雪圧はどうやって。あ、やっぱ生還はなんかさ、さっきもう生き残るのは無理だみたいなこと言ってたけど、生還したけどまた戻ってきてるってことなのか。ユッキーに会いて、ユッキーに一回会ってみたかったね。君が清よくんだねみたいな、絶対に自分のこと知らないのにもう全て知ってるみたいな神みたいな存在であってほしかったな、ユッキーに。あいつがどうやって生還したか、それは知らん。単に運が良かっただけだろ。あいつは銃も持ってないしな。ああ、おそらく渡り廊下のどっかだろう。キロリにつまずいて転んだ時だな。は？なんでまたあの渡り廊下の話をしたんだ。しかしまあせっかく来たんだ、ゆっくりしていけ。おい、バッドエンド見るかいみんな。これ一体そんな暇はないでいいのか。バッドエンド、でもセーブはしたよね。そんな暇ない、一回してセーブして、で見るかい。バッドエンド、せっかくなら見よっか。どうする、一杯ぐらい食わせてやる。俺に感謝すんだぞ。てめえの甘さにうんざりするぜ。やがて夜になった。これ襲ってくるってことだよね、赤羽さんがここに。キヨヨ、お前短足だがいい体してるな。何かスポーツやってるのか。ちょっと待て待て待て、画面おかしいだろ。布団1個しかないにしてもさ、どっちか離れるのか。待って、赤おばさんじゃねえものに襲われそうだな。なんか大丈夫かな、俺の余計な心配かな。今は特に声が小さいな。覚えてるのか。何度も言ってるだろう、俺と一緒にいるときは安心していい。俺は漁師だ。それなりに修羅場をくぐってきた。自分から身を危険にさらすようなバカなまねはしないが、いざ戦うともなれば腹をくくる。人になろうが、あの化け物もそう簡単に俺の命は奪えないと思い知ることになろうだろうぜ。と、五郎が威勢のいいことを言った直後。何？ちょっとやだよ、やめてよ。あ、もう全然、全然、M か？普通に来た。そういう感じだったんだ。俺なんか五郎さんと変な展開になる。やべえやつかと思った、五郎さんが単純に。警戒してたのよ。突然のことに早期立つ。屋根裏部屋の入り口から頭だけを覗かせた赤羽さんが無表情で俺たちを見つめている。これ入ってこれないのかな、赤羽さんでかすぎて。出やがったか、ゴロ。あ、ゴロ、ゴロって、ゴロの声出ちゃった。ゴロ、銃だ、撃て。ゴロ、ゴロの姿がない。そしてよく見れば部屋の隅の床が一枚空いている。あいつ逃げ。俺はゴロを追って部屋隅の脱出口に体を滑り込ませた。そんなところあったんだ。自衛隊は何をやってるんだ。今こそ最新鋭の武力を見せつける時だろうが。行き止まりだと。震えが止まらん。しかし引き返すしか。どこ、ここ、これお互い別れちゃったってこと。ゴロを追ってここまで来たが、ダメだ、振り切れそうにない。結局赤羽さんこっち狙ってきたのかよ。うわ、鉢合わせか。ゴロ、お前、あ、鉢合わせしてる。あのガキ生きてたのか。勘違いするな。あそこで散弾銃をぶっ放せばお前にも命中する。俺はお前なら逃げれると分かっていたからここで化け物を待ち構えていた。そこだけ邪魔だ。このゴロ、なんかお前嫌いになってきたぞ俺。ゴロは俺を突き飛ばしかばうように正面に立った。え、優しい。さあ来い化け物、相手になってやるぜ。ザーだいたい、だいたい大声を上げた時って面白い感じになっちゃうけど。ゴロは赤おばさんの泣き払いで大木に叩きつけられ、海水一撃で俺もやられた。あっという間の出来事だった。すごい、4行で全員やられた。ゴロはもうピクリとも動かない。即死だったのだろう。
俺も間もなく死ぬだろうが、意識はまだかすかに残っている。五郎は逃げたのではなかった。俺の身を案じてあえて逃げたふりをしたのだ。そして不利になると分かっていてもこんな場所で戦うことを選んだ。本当か？ち、あのガキ生きていたのかみたいなこと言ってたじゃん。俺は何を考えていたのか。食料や酒を要求したり、期待できない救助を待つと言ったり、内心五郎のことを頼りにならない大人と思っていた。俺も思ってたけれど違った。五郎は先を見越して行動する、実に先見性のある人だったんだ。おい、何急に五郎信者になってんだよお前。五郎、五郎さん、五郎さん、五郎さん。俺の叫びが夜空に吸い込まれていく。俺は願った。今期という名の世界が続くのなら、次こそは五郎さんと共に歩んでいけるようにと。なぜこんなことになってしまったのだろうね。この座標こそが得意点だと思っていたが、新たに選定し直すのはやむを得ないとしても、この終わり方は実に腹立たしいよ。ひよよ、五郎の手まで握って、一体どうしちゃったんだ君は。まさかこれもせん。バッドエンド。五郎さんと俺、終わり。五郎さん。